皆さんこんにちは、琴文郡山の渡辺です。寅さん大統領の声明を2件ご紹介します。2021年3月4日アメリカ合衆国第45代大統領ドナルド・ J ・トラさんの声明。ウォール・ストリート・ジャーナルの社説ページは、故意に悪い貿易協定、国境の開放、他国を支持し、私たちの偉大なアメリカ人労働者を売り切る果てしない戦争などのグローバリストの政策のために戦い続け、彼らは共和党をひどく傷つけるリノス、名前だけ共和党のために戦います。それは彼らがいる場所であり、彼らが常にいる場所です。幸いなことに、ウォール・ストリート・ジャーナルの社説については誰も気にしません。彼らは大きな信頼を失いました。記録を正すために、ジョージア州で上院のレースが失われた2つの理由がありました。まず、共和党員は札入れに至りませんでした。なぜなら、ジョージア州の共和党指導部とケンプ知事がステイシー・エイブラムスと州全体の署名検証要件を事実上排除しました。さらに悪いことに、悲惨な同意判決に立ち向かわなかったことに非常に怒って失望しましたので、そして憲法で要求されているように州議会によって承認されず、結果に大きな影響を与えました。不正札入れです。二つ目に、ミッチ・マコーネル上院議員が2人の民主党の反対派が広告ごとに1人当たり2000ドルを売り込んでいたときに、刺激小切手による支払いで1人当たり600ドルを超えることを拒否しました。この後者のポイントは私たちの上院議員に反して使用され、2000ドルはジョージア州の札入れを購入した民主党員によって承認されるでしょう。そしてマコーネルは彼らにそれをさせました。さらに愚かなことに、全国共和党上院委員会は、トラさん大統領が彼を承認したために、ケンタッキーでのみ勝利した国内で最も人気のない政治家であるミッチ・マコーネルが主演する効果のないテレビ広告に数百万ドルを費やしました。この承認がなければ、彼はひどく負けていたでしょう。悲しいことに、ミッチはこのことを忘れました。彼は船から出た最初の人でした。続いてもう一件の声明です。2021年3月4日、ジョン・ケネディ上院議員への支持。ルイジアナ州のジョン・ケネディは見事な上院議員であり、人です。彼は彼の州の人々のためのたゆまぬ支持者であり、私たちの国の忘れられた男性と女性のために強く立っています。エネルギー自給、軍隊、私たちの偉大な獣医と国境に強いジョンは、私の完全かつ完全な支持を持っています。トラさん大統領。以上、機械語訳を元にしておりますが、ご紹介いたしました。それではまた、ありがとうございました。